私もそろそろ引退だ。父さん、お前には資質がある。私の後を継いで社長になれ。実は僕転職するんだ。うっそ。人の役に立つ仕事がしたくて。人の役に？インディードで見つけたんだけどね。またインディード。転職面倒かなってためらってたんだけど、冒険しなきゃね。お父さん止めたりしないよね。あゆみ、冒険好きだもんね。いい未来は探せる。インディード、頑張ってこい。何？お父さん大事な話って。いや、まだ先の話だが、私が社長を退いたらお前に会社を継いでほしい。私転職するの。はい。編集の仕事。急すぎだぞ。急に見つかっちゃったんだもん、インディーの見てたら。だからって。そりゃ不安だよ、お父さんも会社辞めるの。だろ、ちゃんと考えて。でもこの本が背中を押してくれたの。いい未来は探せる、インディード。頑張れよ。お前には資質がある。私の後を継いで社長。実は僕転職するんだ。うっそ。インディードでやりたい仕事を見つけたんだけど、スイスイ話進んじゃって。スイスイ。いい未来は探せる、インディード。私が退いたらお前に会社を継いでほしい。私転職するの。はい。インディードで編集の仕事見つけて。いや、会社辞めるのは不安だけど、スパッと行っちゃおうかなって。スパッと。いい未来は探せる、インディード。めちゃくちゃリラックスできました。僕たちまが兄弟がですね、そのインディードで思いがけずその素晴らしい仕事に見つけて、いい未来に出会う瞬間が描かれています。父親役の国村淳さんのコミカルな掛け合いがちょっと見どころです。、はい、コミカルになりますかな。私たち兄弟とまたお父さんとどんないい未来を見つけられるのかっていうのも注目してほしいポイントですし、お父さんの表情にもしっかり注目していただけたらなと思います。こんなに素敵な娘と息子がいて、お父さん何でも挑戦できるバイタリティでやれたらいいなって思うので、考えながら生きてるのが楽しいんです。今は子供の頃の夢はスーパーヒーローだったんですけど。いいですね。もう変身ごっことか、弟を怪獣にして戦ってたりとか。本当に役者になると思ってなかったですし。でも近いところあるよね。近いところ演じてたはいました ね。僕たちの仕事というのはやっぱ見てくださるお客さんがあって成り立つもの。一言で言えばエンターテインメントってね、楽しませるような仕事なわけで、一番大事なことってのは結局は見てくださったお客さんがどんなふうに自分たちが伝えたことを受け取ってくださったかなっていう、それが伝えたかったことが間違いなく届いてれば、あ、よかったなっていう、常にそんなことを考えてやってます。これからも多分そうやって自分たちはある種のメッセンジャーであるっていうようなイメージでやっていこうかなと思ってます。